ファーストパーソンシューティングゲーム、通称 FPS はシューティングゲームの一種で、操作するキャラクターの視点でゲームの世界、空間を自分の意思で移動でき、ゲーム内の武器もしくは素手で戦うコンピューターのゲームのことを指す。基本的に画面に表示されるのはプレイヤーキャラクターの一部と武器道具のみだ。ちなみにプレイヤーキャラクターの姿が見えるシューティングゲームはサードパーソンシューティングゲームと表現し、 FPS とは区別されている。要はゲームセンターにあるシューティングゲームを思い出してもらえば問題ない。経験がある方はわかると思うが、一人称でプレイすることから非常に臨場感があり、その体験は脳に残りやすく強い依存性があるので気をつけなければならない。しかしどうしてもこの中毒から抜け出せず、ついには大きな事件を起こしてしまった人もいるのだ。FPS 中毒者は何を考えて、どうして事件を起こしてしまったのか、今日はこのことを見ていこう。アメリカ、オハイオ州に住む22歳の男性。トムはその日、何の罪もない家族の命を立て続けに3人も奪った。被害者の家族は、父のエディ83歳、その妻キャサリン80歳、そして彼らの息子、エリック52歳だ。とても穏やかに暮らしており、誰かに恨みを買うような人物ではなかった。トムはこの家族に何か恨みでもあったのだろうか。取り調べに対してトムは警察に驚きの証言をした。トム、君はなぜあの家族をしたんだ。彼らの家は Google マップで探した。ここいらで一番大きな家だったからだよ。ではなぜこんなことをしたんだ。僕は心が沈んだり楽しくなってしまう病気なんだ。だから友達なんて誰もいない。でも FPS をしてる時だけは人気者でいられる。もちろん一人でやることが多かったけど、たまに人から誘われればもちろん一緒にやった。ゲームを通じて一緒にチームになってほしいって依頼されるんだ。人気者だろ。犯行の動機は何なのか聞いてるんだが。動機？そんなものないね。でかくて立派な家だった。きっとさぞいいアイテムを持ってるに違いないと思ったんだ。でもそこに人が住んでたんだ。だから敵じゃないか。僕は持ってたバットで動かなくなるまで殴ってやったんだ。その後はとどめに脳天にぶち込んで仕留めてやったんだ。明確な理由はないんだな。そうだな。強いて言うなら腕試しだね。でもゲームのおかげでかなり敵を倒していたから、そんなに難しいことじゃなかったけどね。衣装だって揃えたんだぜ。上から下まで真っ黒にして、バットと銃を片手ずつ。まるでゲームと同じ世界だった。いや、こっちが現実世界なんだ。俺はあの瞬間、本当に世界が入れ替わったんだと思ったんだ。最高でものすごく興奮した。ダメだ、話にならない。目を輝かせながら当時のことを語るトム。その様子はゲームの中と自身がしたことを合致させ、犯したことに何も悔いていない様子であった。むしろ現実世界がゲームの中と同じになったと言わんばかりに説明した。しかし次の日になるとまた様子がおかしかった。どうだ、なぜこんなことをしたのか、ちゃんと話す気になったか。昨日は初めての取り調べで混乱していたようだからな。はい、すみません。そうだな。自分のしたことは悪いことだよな。なぜこんなことをしたのか話してもらおうか。僕はずっと暗い場所にいたんだ。本当に辛くて毎日死ぬことばかり考えていたんだ。あの時、ネットで購入した銃のバリルを見て、人生はなんて残酷でつまらないんだろうって思えたんだ。そう思ったらバットも握っていた。それで Google マップで被害者の家を探して犯行か。わからない。気がついたら人が死んでいたんだ。本当なら俺が死ねばよかったのに。いや、死ぬはずだったのに。トムは日によってまた何かのきっかけによって躁状態と鬱状態が繰り返される精神疾患の持ち主だった。双極性障害の薬を服用している。取り調べ中もコロコロと態度が変わり、話が正しくできる状態ではなかった。そして警察のかかりつけのカウンセラーはこう語った。精神疾患のある人は、ビデオゲーム、オンラインゲームなどの娯楽の影響を大変強く受けやすくなることがあります。トムが比較的健康で、社会的に安定した子供だったら、悪影響は受けなかったかもしれない。しかしトムの場合、すでに精神疾患があるのにプレイし続けた結果、現実とゲームの世界が入れ替わればいいと思ってしまった。合わせて、自分の精神状態も日によって目まぐるしく変わる。二つのことが合わさり、現実で生活している間は何の価値もないように思えてきてしまった。ではもはや、現実とゲームの世界の区別がついていないと。
おそらくそうでしょうね。彼にとって本当に犯した殺人がどれほど罪深く残忍な行為だったかは理解できていないでしょう。彼に残ったのは被害者を敵とみなしやっつけた、いわば自分が勝利した快感しかないでしょうね。そんな、そこまで、たかがゲームに。たかがゲーム、されどゲームなのです。せいぜい4時間が限界ですが、トムの場合、起きている間一日中、もしくはそう状態の日には寝る時間も惜しみプレイしていたんです。欲求というよりゲームの延長なんですね。このは彼にとって。その後、トムには仮釈放なしで死ぬまで刑務所で暮らすことが確定された。精神疾患によってか、ゲームにはまりすぎて中毒性が犯した結果なのか、どちらが先かはもはやわからないが、すでに現実世界とバーチャル世界が混合しきっている彼を世に放すことは危険極まりないと判断されたのだ。もう少しゲームに対して客観視できたら、こまめに休憩を入れていたら、こんな残殺な事件は起こらなかったのではないだろうか。時間を忘れて熱中できるゲーム、私も大好き。でも度を超えるとこんな精神状態になってしまうなんてびっくり。いつもゲームしてるとお母さんがゲームは1時間までって、鬼みたいになってるのには意味があったんだなって思ったよ。やっぱたまには大人の意見も聞かなきゃね。ゲームは楽しいけど、ほどほどにしなきゃいけないよね。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。